シグマひばりきょうです。よいしょ。デジャブのストロベリー構成と言います。お願いします。よいしょ。ハートのひらきしおです。お願いします。ハートのパーフェクトしゅんです。よいしょ。今回の曲は私は育てですか、ホスグリーンの育て診断。まあ、よくね、私の方の DM にこれって育てなんじゃないですかみたいなメッセージのお悩みが届くんですよ。で今回それを、出してきました。で皆さんには忖度なしで、これは育て、これは育てじゃないよ、本当の気持ちだよって言ってあげてください。ちなみに育てって何ですか？まだお店に来てない子、まあ、可愛い子限定でブスなしで、その先に時間を使ってあげて、ゆくゆくはお店に来てもらっていっぱいお金を、使ってもらうという作戦なんで、なんで、だわね。わかりました。まずお悩み1個目、私はホストと付き合っています。1回お店で知り合って何度か会ううちに付き合うようになりました。私は最初からお金がないと言ってあるし、彼氏の店にももう飲みに行かないと言っています。それでも2日に1回のペースで一緒にいますし、私の家にもよく来てくれてます。好きって何回も言ってくれます。1000万プレイヤーなのにここまでしてくれるってやっぱり育てですか、それとも単純に恋愛対象として見てくれますってますか、回答お願いしますということですね。まあやっぱ1万プレイヤーからいきましょう。はい、1万プレイヤー1万プレイヤーから、1000万プレイヤーから。むずいね。むずいの、どこがむずいのこれは。これはむずいよ。やばい、俺育てられる側かもしれない。どうしたの？もう悩んでる時点だよ。もう悩んでる時点で終わってるこれ。だからまあ育てまでは言えないかもな。あ、そうなの、これ育てまでは言えない。わかんない、執着点が見えてやっと、あの育てだったんだってなるくない？今の段階で育てかどうかはわからないが正しいんじゃないかな。おー、それが言いたかったんだよ。なるほどね。本当にそのホスト君も好きな可能性も十分全然ありえるし、それが営業かどうかはさっきシームさんが言った通り最終地点にならないとやっぱ分からない。なるほどね。最終地点何か、じゃあ何か言われたら育てってこと？お店に来てほしいとか。でもお店に来てって言ったことが育てになるのもおかしくないですか？僕だったら今現段階でそれをやってたとしたら、先を見据えて、僕1が誕生日なんですけど、11、12、これ1月あるじゃないですか、これ3ヶ月あるんで、この3ヶ月の間で育てて、で自分がそのいざそのバースデー好きに困った時にドンともう使ってもらおうっていう、俺は俺だったら俺もそれ好きで、好きで、女の子ってそういうの弱いよね。好きだろ。俺だったらでも確かに好きだったらだって頼まれたら推しやっちゃうから。そうかもしれない。そうそうそう。例えばこれがめっちゃ可愛い自分のタイプの女の子だったら、俺も育てる、俺も育てるですね。お店だったら顔関係ないです。可愛い前提話しました。でも僕も今可愛い前提で話してました。可愛くなかったら逆に育てかなっていう。いやマジ今後次第だよ。今後次第、でこれよりお店来いって言われたらもうそう、そうでしょ。てか俺来ると思ってるよ、そのポスト。悩むの早すぎんっていうこの。それはそうですね。贅沢な悩みです。まず付き合えてる状態で、一線プレイヤーの人と会えてる時点でその悩み持つことがもうおこがましいです。おわ、はい、育てって言葉があるじゃないですか。ポストじゃなくて女の子がポスト育てるべきだと思うんですけど、いい男として成長させないとクソみたいな、カレカレカレってなってる男たちがいっぱいポストいると思うんで、そのイメージ言ったらその彼女はね男を育てられてないと思うんで、ポストとしての方針を決めるためにお店行ってあげた方がいいです。まずおお、わがままな悩みですよね。わがま、結構なんか羨ましい悩みだよ、こう思った。確かにみんなで自慢してると思う。女の子の友達とかに、私、こうしてもらってんだよみたいな。いやでもある、そういう乙女度みたいな感じはある。じゃあ次、彼の店に行ったのは数ヶ月前の初回の1回のみですが、毎日電話が来て1日1回は必ずしています。天休日も私に使ってくれました。なんでそこまでしてくれるのかと聞くと、俺がしたいからと言われます。最初は興味なかったのに、今では彼が精神安定剤です。でも私の職業は夜職なので育ての可能性が高いと思っています。私は客としてじゃなく一人の人として見てほしいです。やはり育てでしょうか？また育てだとしたらどうすればいいでしょうか？これは別に育てにも入ってないぐらいじゃないですか。いや生活の一部に入るってことはその星とか、それはもう育てだと思うし。じゃあこれ育てだと思う人、はい。いやだからあえて皆までは言わんけどみたいな感じでしょ、でもう女の子もうそうなっちゃってるじゃん。ああなってます。必要としちゃってるから、そうなっちゃったね。ちょっとずっと育っちゃってる。お店行くんだからお店に、遅から早かね、もう行ったらいいんだよ。
早めに行った方がいい。育てたんだから。確かに売れてるホストの彼女なんですが趣味ですとかっていうのを司会とかでも言ってくれたりするんですけど、承認欲求強い方が多いんで、本気だったら覚悟決めて多分やめると思う。いや、やめるっていうか、覚悟決めて内緒ねって言ってるのに、それを少しでも発散しようとするのが、もう逆にお前ホストのこと好きじゃないやんって思うんで、それはもう2人の秘密にちゃんとすべきだとか、その相談がないような社会にしてほしい。なるほど、なるほどね。シャンピどうですか、育てですかって多分すごい気になるのは分かるんだけど、なんか自分が傷つきたくないから、これってどうなの、ああなの、こうなのっていう詮索をしちゃうのって、自分を守る防御壁みたいなもので、うん、本当に相手を愛そうと思ったら自分のことを犠牲にしてまで多分人のこと好きになるはずだから、おー、その自分を守る恋愛をしてる時点で、自分が一番大切な時点で恋愛そもそも向いてないと思う。おー、かっこいい。ちょっと心に響きますね、それは。名言メーカーの何でもええっすよ。最後の名言。まあまあ、一緒のこと言おうと思いました。違う、いろいろね、あれかもしれないけど、まあ、俺にしときは間違いない。よいしょ、全然なってなかった。いいよ。まあ、いろんな女の子がいてね、悩みあると思いますけどね、一回ね、なんか他の人に相談するっていうところもあるけど、まあ、今の楽しむってことが一番大事だと思いますので、皆さんね、恋愛をねしないっていうことがね、本当に好きだったら、シオンペが言った通りそうなると思います。そして悩み事がある人はぜひ C さんに全部受け止めていきますので、ぜひね行ってください。はい、ということで皆さん全員でルナカンパにいますので、皆さんぜひ遊びに来てください。それじゃあまた見てね、バイバーイ。皆さん、ホスラジチャンネル登録してね。よろしくお願いします。